上古の時代、朝鮮半島と行き来したといわれ、古い歴史の跡を持つ敦賀の国。かつて芭蕉が寂しさや妻に勝ちたる浜の秋と歌った敦賀は、今も浜辺の村を連絡船が通い、素朴な人情と伝統に綴られたのどかな町です。その船便は戦時中軍の基地として人為的に陸の道が遮断された半島の唯一の交通機関でもあったのです。かつてお産をする村の女子が一人で生活をした産後屋、握りしめて母親となった力綱。こうした地方の人たちにとって原子力発電所の出現は大きな出来事でした。だけどね、なかったことありませんけど、できたらできんだかて、みんな一緒だし、みんな反対してことありませんけど、私は頼んだしとね、初めて出入りが何も変わらんなぁ、見ちゃうようになったって言ってた。これだけやで、何も悪いことは何もねえわな。原電のも、ものすごいもう流れだろ、原電のほうの汁がな、汁がな、泡が。道が良くなり、交通が便利になったと喜ぶ年寄りたち。しかし、激しく移り変わってゆくふるさとの姿には、やはり期待と不安が入り混じっているようです。